多分みんなが想像する老人会とかの曲って多分平成初期とかその辺の曲をイメージすると思うよね。多分松井逆にその辺あんま分かんないんだよね。チケット代ありがとう。お母さんの車で聞いたことあるやつしかない。そうかも。もう親世代だよね。うん。スター誕生松井ちゃんありがとうね。ニコニコ組曲でしょ。でも祭りはね、分からないんです、その辺。いや分からんこともないけど、超有名なら。でも祭り、あ、ちょっと待って、ケープペンギンちゃん、ありがとうございます。むしろごめん、まず獣フレンズ大好きなんだけど、ケープちゃんがいらっしゃって、ちょっとすごいなんか汗ぶわってなったんだけど、ありがとうございます、来てくれて。オタクになってしまう。ありがとうございます。もうケモフレ曲縛り歌枠ができるくらい本当にケモフレ大好きです。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。ビューティフルシンキング、ありがとうございます。 Thank you。 V になったフレンズ、そうだよ、 V のフレンズだよ。ケープちゃん嬉しいな、嬉しいな。ペンギンのフレンズは昭和曲わかるのかな、わかんのかな。わかんないかもしんないけど、祭りは歌うよ。スーパーナスキル、あ、もうつけました。秒でつけた。よかったな、あと祭りの大好きなケモンフレンズの公式 VTuber さんのキープちゃんをよろしくお願いします。本当に可愛いんだね。仕事が早い。まあね。まあね。そうでしょうよ。好きだからね。あと、フーモルトペンギンちゃんもね、よろしくお願いします。はい。ということで。行動が早い。そうだよ。ラブチだから。ということで、おーおー、びっくりした。続いての曲を歌いますか。まあ、続いての曲は、記憶に新しいと思う、みんな。ずっと見てます。祭り先輩優しくて好きで。コラボしたい。もう、獣フレンズさ、3やりましょうよ、一緒に。あれさ、永遠にさ、3って呼んでいいのかわかんないんですけど、合ってますか？やりましょうよ、祭りと。どうですか、祭り。ちょっと、あと、初期に5万円。課金する配信をしたことあるんだけど。5万円課金ガチャ配信したことあるんですよね、実は。ぜひ、マジで、やば、ちょっと上さんからご連絡いたします。はい、ありがとうございます。はっ、じゃあちょっと心を落ち着かせるために歌います。